こんにちは。 FX で勝つコツですか？やっぱりリスクヘッジだと思います。私の取るリスクヘッジっていうのは FX をやってるところを動画でアップロードすることなんですよね。まあ、そうすると FX につく広告って結構高いんですよ。で、 FX を学べば学ぶほどコンテンツが増えるじゃないですか。そしてその FX のこの動画を見る人が自分の将来のファンとかお客さんになるってことじゃないかなと思うんですよね。